うすくらゆのさくらんぼ通信 with 宮田翔介。はい、始まりました。はい、4月、14日金曜日午後10時はさくらんぼ通信のお時間でございます。はい、というわけで始まりましたけれどもね、さくらんぼ通信、はい、まあ、この番組はですよ、はい、私宮田翔介から、はい、見まして、こちら左側3人ですね、はい、はい、こちらがですね、何を隠そう童貞でございます。童貞、はい、童貞、女性と一度も付き合ったことがない3人をですね、はい、大人への階段へ導いていこうというドキュメント番組となっております。生放送です。はい、というわけでございましてね、はい、まあ、これ始まる前にですね、はい、ちらっとなんか面白いニュースないかなと調べましたところですよ、はい、うん、なんと、はい、なんと日本一おっぱいが綺麗な女子大生、うん、石原由里子さんが電撃の引退でございます。悲しいお知らせが飛び込んできましたね、これは。そうですよ、今週はすごいですね、引退なしですね。そうですね、もう浅田真央ちゃんに続いて石原さんまで。そうですよね、お前らね、お前らが出会う前にですよ、はい、日本一綺麗なおっぱいがいなくなりましたよ。ポジティブに考えるのであれば、はい、僕らに出会うために引退されたっていう可能性がなくはないないよ。どういうことだよ。ワンチャンあると思うんですよ。ないよ、ノーちゃんだよ。嘘、ノーちゃん、もう女子大生とかノーちゃんですよ。女子大生でもそもそも本当にいるんですか、世の中に。理由はなんかあるんですか。空想上の生き物じゃないんですか。はい、いや、空想上の生き物じゃないですから、ちゃんといますから、女子大生。日本一綺麗なおっぱいの女子大生もいるんですよ。僕らの周りいませんよ、だって。そりゃそうでしょ。童貞の周りには女子大生いないんですよ。まあ、ギリでニックスだ。女子大生ですか、あれ。大生ってなんだよ、全然もうだろう、はい、女子かってない、女子かってないね。死でもないしね、もう死でもない、ね、女性ですから。どうですか、あの、はい、まあ、おっぱいの話が出たからあれですけど、はい、まあ、一回ちょっとね、やっぱり聞いてみたかったんですけど、はい、まあ、童貞さんにいるわけじゃないですか、はい、女性の一番好きな部位ってどこですか。部位、はい、場所。なるほどね、なるほど、どこフェチかという話。どこフェチか、フェチ、あ、まあ、あの、仕草でもいいですし、はははあ、私はもう本当におっぱいです。あ、それは大きい方ですか、小さい方ですか。あ、もう形ですか。いや、おっぱいはあればいい。あればいい。あれば、はい、もう大きかろうが小さかろうが、本物のおっぱい星人は、はい、大きさなんてこだわりません。さすがおっぱい星人。それは旋風のでもあれですか、おっぱいですか。いやいや、バカじゃないの。あれはおっぱいじゃないもん。あれはただの脂肪だもん。ただの脂肪だ。男じゃないですか、マジね。僕翔介さんはおっぱい政治ですか。僕も割とそうですよ、おっぱい。なるほどね。あ、まあまあまあ、男性のね、多分半分は多分そこに惹かれるでしょう、うん、なるほど。まあね、これはまあ僕は足フェチですね。足もあるんです。なるほどね。ももですね、ももです。もも、はい。5%、5% ですよ。5% ですか。5% の足フェチという。どういうももですか。その締まった筋肉質のももなのか、はい、それともそのムチッとしたその、いわゆる女の子っぽい。あ、なるほどね。ムチッとした感じですね。なるほど。はいはい、はい、ちょっと太いの恥ずかしがってるぐらいがいいと。はい、あ、まあ、ゴリゴリでも別に大丈夫だと思うんですけど。ゴリゴリってどういうこと。カンドリ忍とかそういうことですか。あ、まあまあそういうことです。、はい、なるほどね。あ、じゃあお前も別にこだわんないと。こだわりないです、ね、足があればいいと。いや、まあ足があればっていう極論ですけども。手羽先とか食ってればいいじゃないですか。手羽って言ってんだ。あれは手羽。ね、なるほど、うん、長谷川先生は、うん、僕もね、やっぱりね、やっぱり男っつうのはやっぱりおっぱいに惹かれるんですかね。まあ、おっぱぶいってぐらいですから。まあね、あ、そうでしたね。それはね、はい、シリーズ好きから言わせるとね、はい、いや、おっぱいはもうお尻の偽物だみたいなね、名言がありますけどね。おっぱぶってね、僕まあ昨日3回言ったんですけど、はい、お尻パブとかないんですかね。シリーズ好きだって一定数いるじゃないですか。シリパブとかあってもいいわけですよね。なるほどね、ええ、あ、確かにこれちょっとビジネスチャンスじゃないですか。ちょっとビジネスチャンスかな。シリパブ、確かにね、シリパブだから、ももの人が好きだったら、あの、はい、ももパブとか、まあね、そうですね、ももパブって、内ももパブとかあってもいいわけですよ。内ももパブとかすごい、もうごくわずかだと思うんですけど、ね、はい、でもお尻はなかなか、はい、例えば勤める子とかも、はい、もうずっといじられてるわけじゃん。まあ、そうですね、おっぱいはある程度耐えられるけど、はい、お尻もそんないじられるとねっていう、まあ、確かにおっぱいいろいろ用途があるじゃないですか。挟む、揉む、見る、いろいろ、まあ、万能選手ですよね、体の中でも、はい、なるほどね、はい、お尻って意外と揉み心地って結構筋肉があったりするから、悪いんじゃないか。おっぱいはやっぱり脂肪の塊ですから、言ったら鍛えてない限り。なるほどね、
はい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 、揉み心地とか、ね、その挟むっていうのちょっときついですし、じゃあもっとなんかさ高級クラブみたいにしてさ、はい、もうすごいお金持ちのおじさんがさあ、なるほど、ブランデーを回しながらブランデー回しながらこうお尻をこうずっと見てこうお酒を飲むみたいな、なるほど、そういう高級クラブ、何のビジネスチャンスをねワンチャンありますよ、この北千住の街で会員制高級クラブ、いかがでございましょう、いかがっていう社長かなんかがね多分そういうの入るんでしょうね、シェイクヒップとか書いてあるわけでしょシェイクヒップ英語に直そうとではないですけどね、あなたにお尻をお届けします、いやまだシェイクヒップ、かっこいい、なるほどね、まあそういうフェチとかもね、まあありますよね、男性はね絶対、まあそれはね、まああるんじゃないですか、そういう自分のフェチがコンプレックスになってて女の子に話しかけられないという人もいるんですかね、ほうほうほう、あどうですかね、逆に言えばその女の子、素晴らしい女の子がいてワンチャンあるんだけど、ここが足りないんだよなっつって引いちゃう人もいるわけですよね、はいはい、いやそれはだってそれはよっぽどじゃない、よっぽど、よっぽど許せない状況じゃないとないでしょ、まあ確かにそうか、だってパーフェクトはだってありえないじゃない、まあ確かに、ほうほう、自分の理想のパーフェクトがそこにいるなんてないじゃない、はあ、そうですね、まあそうですね、はい、そりゃそうですよ、ものすごく大好きな女優さんでも何か足りなかったりしますからね、うん、ここがないんだよなみたいな、そりゃそうですよ、そういうもんです、そういうもんですからね、そうですね、いる、はい、じゃあ何ですか、兄はいると思います、自分のパーフェクトを満たす人間、パーフェクトはいないと思いますね、そりゃそうだよね、いたとしても ね、はい、いたとしてもお前には振り向かないけど、ね、いやいや悲しいことだ、あたん厳しいこと厳しいこと、1年1年、ね、デリケートですからね、デリケート、ね、1年続けて、なるほどね、はい、でも確かにさ、ね、まあまあ胸フェチお尻フェチ、はい、いると思いますけれど、はいはい、すごくコアなところでさ、はい、なんだろう、耳たぶフェチとかいるじゃん、まあなんか、はい、女性でもいるじゃん、耳たぶフェチ、触るの好きとかいるじゃない、はいはい、あれはどういうことなんだろうね、まあそのままじゃないですか、耳たぶの形とか、うん、そういうのになんかこだわりがあるとか、反応するんじゃないですか、それがなんかそういうね、いやいやじゃなくていじるのが好きな子いるじゃん、いますね、ちょっと触らせてみたいな、はいはい、あだから餃子の皮みたいとか言ってそれで喜ぶとかそういうことじゃないですか、いやいやもうじゃあ餃子の皮いじっとるよ餃子作りなさいよ餃子を、うん、このままになって作ってればいいじゃないかそうだよ、耳たぶいじるからにはそれなりのなんかフェチがあるわけじゃない、可愛いとか、ね、まあ、あるんじゃない、あれどうなんですかね、おっぱいとかお尻とかのフェチは、はい、その先にやっぱりどうしても性的興奮があるわけじゃないですか、うそうね、はい、耳たぶとかはその先に性的興奮はあるんですかね、あるんじゃないですか、ある人は、うん、あそうそうそう、あるのかな、ね、な真鍋かおりさんだっけ、はい、あの人なんかボタンフェチらしいよね、へえ、ボタン、ボタンを、ボタン、ボタンをこうなんか例えばシャツのボタンそうとかをなんか顔にこうやられるとかたまらないんだって、へえっていうのを前深夜番組かなんかで話してた、おおおおボタンボタン、まあ、ちょっと分かんなくはないですけどね、ちょっと手持ち無沙汰の時ちょっといじったりしますから、ついついいじっちゃうとかあるよね、確かにそれだからメガネフィッチと一緒じゃないですか、だからメガネの、ああなるほどね、うん、はい、メガネかけてる人に反応する、ああもう肉体の部位ではなく、うん、はい、もう装備品を好きになってしまう、そうそうそう、あ確かにね、偶然にも我々3人ともメガネですからね、メガネですからね、しかも3人ともタイプの違うメガネですから、そうですね、いやいやタイプは童貞という括りじゃないですかいやいやメガネのタイプがね、メガネの童貞という括りじゃないですか、訴訟を最高裁まで行きました、あれ訴えられる俺人権をこれはちょっと害されましたよ、そうですねちょっと、はい、なるほどね、確かにそうかもしれない、あでも男性で言ったら好きな髪型とかあるもんね、ありますね、ありますよ、だからね、それは別に男女関係ないんじゃない、関係ないんじゃないですかね、確かにそうだよね、髪型はどうですかお二人、僕ですか、僕らですか、うん、好きな髪型とかある、あ女性で、うん、いや多分バランスぐらいですかね、僕バランス、バランスって何、だからバランスって何例えばほらあのショートとかロングとか別に僕、うん、そこにこだわりはないんですよ、長さにはこだわらない、うん、要するにその顔のその比率とショートであってるかっていう動画を見るんですよ、なるほどね、それをバランスと言ってきた、はい、ちょっとねもう本当に悪空間から攻めてくるから兄はたまに、ね、似合ってればいいってことでしょ、そうですそうです、なあだったら僕だって似合ってればいいです、そんなもんそうだよね、みんな似合ってればいいけどその中でもこのいう髪型が好きだなっていうところがあるかどうかっていう、そこはないないんだね、僕どっちかっつったらショートですね、そうですなるほどね、ショート好き、ショートですね、短い方がいい、短い方がやっぱりその、まあ、僕引っ込みジャーなんで、はいはい、元気そうなイメージがあるじゃないですかショートって、あーはーあーそうね、だって確かにねイメージとしてはね、ショート髪型ショートの子で、はいはいはい、なんすか引っ込みジャーとか内気な子って多分いないと思うんですよ、あそうですね、ほうほう、ショートにしてる時点で、はい、
瀬戸内寂聴さん、ね、ベリーショートすぎんだ、ショートすぎんだ、そうね、前に出るもんね寂聴先生ね、寂聴先生話もトークもうまいしね、多分包んでくれるだろうけども、はい、なるほどなるほど、はい、ショートね、ショートですね、まあ、確かに印象的には明るいイメージは確かにあるかもしれないですね、はい、もう短い方が短い方ね、学生時代なんてポニーテール大好きでしたから、あーポニーテールもいいですよね、でもポニーテールってあの似合う時期がまあね、確かにあれはね学生時代とか、うん、ねそうですよね、でしょうね、36歳ポニーテールとかちょっと嫌ですもんね、うーん、そうね、そうですか、それはちょっとないですか、ポニーテールってもう言えなくなってるかもね、うん、なんかもう料理作るからまとめときましたって、そう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 、やっぱポニーテールっていうのは女子大、ギリ女子大じゃないですか、まあ、OL になったらポニーテールって多分できない髪型、浜寺のテラコさんってあれポニーテールですか、あれ違いますね。あ、違いますね。ポニーテールちょっと上だからね。あ、そうですか。じゃあ違うのか、うん。そうだね。はい。やっぱ時期問題ね、なんでこの今日は休憩を挟みつつやってるんですか、今日はなんかすごいですね、まったりとしてシンパシーみたいな会話、ね、立ち飲み屋でね、うん、いや、 やっぱ自分たちのその好みっていうのを自分で再確認するって大事だと思いますよ、大事ですけどね、自分のそのあれをね、ちゃんとそうでしょ、だってね、なんか女の子にアピールできるのもその子が好きだからやっぱりアピールできるちゃう、できるわけじゃない、まあまあそうね、好きなところが全然ない子にアピールしろってなかなか難しいじゃない、難しいですね、まあ、ましては僕らその恋愛感情なのか性的欲求なのかちょっと分かんないくなる時ありますからね、ほう、ね、お前らもう分かんなくなってるでしょ、どっちなんだこれはと、そうでしょう、だってもう迷い迷ってるわけですから、密林から出れないわけですから出してくれと僕らを、そうですよ、もしかしたらお前ら実は女性じゃなくて男が好きなのかもしれないよ、はい、まあ、可能性はありますからね、うん、いやそれいい、ゼロじゃないよ、お芝居じゃない、ゼロじゃない、ゼロじゃないじゃん、分かんないじゃん、どこにそんな扉があるか分かんないからね、本当に、そうだよ、だって男性好きの人だって、はい、あの晩年目覚める人もいるじゃない、いますね、まあ、突然そうらしいですね、うん、はい、急にあ俺男好きだったんだって人いるじゃない、そうらしいですね、まあ、よく聞くのはモテすぎて逆に男に行ったりするとか、結構イケメンが男好きの、ああそのパターン もう女性遊び尽くしてパターンあるよね、戦国武将とか大体そうだもんね、そうですね、へ、うん、なんか最終的に男に行っちゃうっていう、秀吉以外じゃないですか、秀吉以外は大体男とやってるっていう、あ、うん、そうなんですか、そうです、あ、なんか、うん、なんかで読んだことあるよ、ローマ帝国と、はい、あ、うん、ローマ帝国と、日本が、あの、はい、ホモ文化がすげえ栄えたんだって、へ、それはなんでですかね、いやなあの 宗教的な縛りが緩かったんですよ、あ、なるほど、確かにそうですね、あ、そういうね見方もあるんだ、なるほどね、あ、そういうのがあったりするわけじゃん、だから分かんないわけじゃん、はい、君らだって女性とすらないわけだから、あ、じゃあちょっと待ってください、はい、一回我々に対して男と一緒にやってこいってそうは言わないけど、あのね、そうそうそう、なんすか、俺ね行ってみようっつって、俺ね、はい、先日、はい、ね、もう知り合いの芸人だった子から聞いたんだけど、はい、その子ね、駒込に住んでて、はい、で駒込でずっともう生まれも育ちも駒込で、はい、で、もう40近くでね、はい、もうちょっと年上なんだけど、はい、俺より芸歴者で、はい、でそいつが、まあ、学生時代普通にこう通ってる、はい、駅までの通ってて、駅からほんと徒歩1分ぐらいのところに銭湯があったんです、はいはい、まあ、サウナなんか銭湯なんかあって、はい、で、あ、銭湯あるなと思って普通に行ってて、でまあ銭湯近くで行ったら行くことないじゃん、はい、ないですね、うん、そんで20歳ぐらいの時に、はい、で20歳っつっても今から20年ぐらい前、はい、でね、友達が遊び来て、はい、で、銭湯はい、近くにあるからじゃあ行こうやって話になって、はい、2人で初めてそこ行ったの、はい、で2人で初めてそこ行ったら受付になんか黒服じゃないけど、まあ、そのいう人がいて、はい、受付の人がいて、はい、で、あれ君たち初めてって話をされて、はいはい、あ、そうです初めてですって、うん、え、ここどういうとこだか知ってんのって言われて、はい、え、って銭湯ですよねって話言って、あ、いやダメだ君たち帰ってって言われて返されたなって、はい、なんだろうと、会員制とかなのかなと、うん、で何でも思ってなくて20年後ぐらいに、はい、はい、たまたまなんかテレビとかでそういうねサウナ屋特集やってて、はいはい、そういえばあの20歳ぐらいの時に返されたなと思って、はい、何なんだろうなってんで、はい、で今インターネット発達してるから調べてみたら、はいはい、そこのね、はい、銭湯が、はい、いわゆるその同性愛者ゲイの方の、はい、もう会員制とは言わないけど、なんかそういう発展場、はい、のサウナで、はい、もうその人たちしか行っちゃいけない、しかも、はい、あのね結構年配層の中心のところで、へ、50、60がまだまだ若い子、はい、お、
だから50歳の人が入ってきたら、お若い子今日いるねと。そう、で、それですごい有名なんだって。すごい有名で、はい、もうなんかおけせんって言うんだって。おけせん、そう、年上の人ふけせんって言うじゃん。はい、ふけてる人大好き。あ、じゃあおけせん、あのおけに片足突っ込んでるような人はモテるぐらい年配のおじいちゃんがおじいちゃんモテる。あ、なるほど。っていうそういう発展場だったんだってっていう話聞いて思ったんだけど、はい、お前ら取材行ってこい。嫌ですよ、ですよ、ですよ。どうするんですか、取材に行って、はい、来週お兄ちゃんいなかったらどうするんですか。本当に、あ、卒業しちゃったなって。だからあの方を送り込みますよ。今ちょっと連絡それになって岡田さんでやったら。でもちょっ と, ょっと興味あるじゃん。まあまあ、あのそのね、なんか前に翔介さんと僕会った時に、そういう翔介さんから多分話した話だと思うんですけど、なんかダッシュさん の, その知り合いの方に、要するにそういうちょっとね、あのお姉系ですけど、その方となんかなんか合コンかなんかをマッチングしようとして、はいはいはい、まあこのなんかメンバーとそのメンバーとそうダッシュの知り合いのゲイの方で3人集めて合コン。でもまあまあ向こうもねタイプあって、やっぱね、あのモテるのってなんか結構マッチョな人がモテるんだって。まあそれはマッシブな人だね、はい、あるいはもう本当ジャニーズ的な超イケメンとかね、モテるらしいんで、でその人をね、まあゲイの方だから普通に、なんだろう、女装とはしなくて普通の男性の方なんだけど、あの見た目はね、うん、その人から言わせるとやっぱりね、あのタイプじゃないっていうのがあったんだけど、じゃあヨシンバそうだとしても、はいはい、何がダメだか、はいはい、説教してくださいと。だその人たちはもうだってね、言ってみたら女性目線でも見れるし、はい、男性目線でも見れるわけじゃん。はい、結構的確なこと言ってくれると思うんだよ。まあ確かにあの女の子に聞くよりも2丁目にいるその芸の方に聞く方が結構ためになるアドバイスとか、あ、そうでしょうね、しますもんね。だいたいもう恋愛についてだ普通の人たちよりも考えてるわけだから、はい、悩んでもいるし考えてもいるわけだから、はい、すごいいいアドバイスをくれるんじゃないかなと思って、はいって、はい、お願いしたんだけど、うん、見事断られましたね。嫌ですって。相談もさせてくれないんですね。やっぱりね、やっぱりその意味ないやん。対象が恋愛の対象がまあ普通じゃないっていうのを自分で分かってるからこそ選びたいんでしょうね。中途半端な人と付き合いたくないというか。まあそうなんだろうね。なるほどね。でまあだからもう付き合うとまでは言わないけれども、はいはい、ちょっとね、男性としての魅力はこの子たちはどうなんだろうというところを見てほしかったんだけどね。気になりましたね。どうですか、例えば発展場に行って取材をして一人いなくなりました。その人は果たしてさくらんぼと言えるんですか。まあ言えますよ、それは。さくらんぼなんですか。さくらんぼじゃないです。腐ってません、そのさくらんぼ。さくらんぼじゃないです、それ。もしそのね、その向こうの、はいはい、発展場の人たちとマッチングしても、卒業にはならない。いや、卒業です。それはだってもう卒業。それはもう卒業というか、中退というか。違います。それも正規の入り口じゃないですけど。この方のジャッジがバグってるね。裏口から出たわ。裏口入学ですよね。2つの意味で、2つの意味で、裏口の肛門から出たわけです。うまいねーっつって。裏口の肛門から出れたわけです。卒業できたわけです。違う、いやこれ違いますよ、騙されちゃいけないですよ。ただ翔介さんがその話を聞きたいだけです。面白がりたいだけですよ、翔介さん。いやでも すごく興味あるじゃん。いやまあ確かに、でもあの、まあ、お笑いでやってるね、まあ、財をやってる上でも、まあ、その体当たり的なね、はい、ありますけど、ありますし、話の勉強になるから一回2丁目行きなさいみたいな、ね、絶対そう、感性面白いよ。で俺ね、すごい調べたのよ、ダッシュと、はいはい、2人でもう ネタ合わせの最中に、はいはい、盛り上がっちゃったで、盛り上がって、はい、その話したら、はい、まあ、そいつがそいつ調べたけど、もう一発で検索出てきて、で掲示板とかあるのよ、はい、で掲示板とかでやっぱ募集するわけですよ、はい、東方、うん、なんか165、160の、はい、52ですみたいな、はい、それがなんか身長体重年齢みたいな感じなんで、はいはい、で当方受けでございましてみたいな年齢いってるから結構、まあまあ、みんなそういう綺麗なやつ、ね、はい、とかね、そういう猫とか、ね、でそれに対して、はい、私はこういう感じですみたいな感じで、はいはい、で今度じゃ あ, 行った時に会いましょうみたいな、そうなったりとかしてるんだよ、はい、でそこだけで出会った人たちもいるわけですよ、はいはい、そしたら、ね、そこで連絡先交換できればいいけど、はい、銭湯とかなんで連絡先を交換しづらいじゃない、まあ、まあ、なかなかしづらいですね、はい、しづらいじゃない、はい、なのでそれっきりになっちゃってるパターンもあるんだけど、そこに掲示板とかで、はい、書いてあるの、はい、東方何月何日の何時頃、はい、どこどこで、一斉待ち合わせていただきました、はい、ものでございますって、はい、あなたに
あなたと連絡交換したかったんですが、私がロッカールームに行った時、あなたはもうお仕事だということで行ってしまい、急いで追いかけたのですが、会えることができませんでした。ぜひあなたともう一度会いたいです。よかったらお食事でも、うん、みたいな。後派それは後派。そう書かれたりとかね、そういうなんかね、なんか なるほどなっていう、まあ、感情はね、そういう、まあね、まあ、発展またあちこちにあるみたいですね。なんか知らないところで、で浅草のもういいじゃないですか、長谷川さん一人で行くって言ってんじゃん。いやいや3人で行ってよ、一人行ったら危険じゃん。デンジャラスですよ。いや別にいいっすよ、まあ、スリーペアでーすってどうもーっつって。でも僕ね、本当に前になんかの掲示板で見たんですけど、はい、蛇骨湯って東洋館の近くにあるでしょ。あ、ありますよ。あそこが発展場だっていう噂を、はい、それも噂ですかね。蛇骨湯は違う。あ、違うんですね。蛇骨湯むしろ違うパターンの、はい、頬にちょっとある方がいらっしゃったりするけど、でも蛇骨湯は違う。でも浅草あんのよ、2個。なんかその2個だから、あ、もっとあるかな。川沿いに1個ありませんでしたっけ、はい、あ、多分新しいのそういうかもしれない。それこそ俺らの東洋館の近くにもあるよ。え、あそこの近くあります？あるある、あのロック座の近くぐらいにある。カウンセンじゃないですか、それは。あ、だったかな。分かった、はい、あの、あ、じゃあサウナ的なところ。ん、サウナ的なところですか。そう、サウナ、はい、サウナで俺、はい、あの本当に21ぐらいの時泊まったことあるのよ、はい、そこに、はい、で、はい、まあ、そこ多分だからそういう専門じゃなくて、そういう人もいるけれども、はい、一般の人も、はい、普通に、はい、来たりするんだろうな、はい、で、俺三木ひろしお兄さんっていうね、はい、あの木馬亭とか出てる芸人さん、はいはい、と飲み連れてってもらって、はい、で、散々飲んで帰れなくなったの、はい、で、あ、じゃあちょっと、浅草で泊まろうと、あ、次の日も木馬あるからって、俺木馬の当時呼び込みとかね、はい、やってて、はい、で、じゃあ浅草、はい、そのホテルでサウナ行きましたと。で、俺田舎から出てきたから、まずサウナ行くこと自体初めてだったの。健康ランドはあったけど、はい、サウナって文化はまあで都心でしかないじゃない。なるほど。で、ね、本当サウナ行くのも初めてだったね。あ、サウナって僕初めてですって話して、はい、お、そうかそうかそうかって今話言ってて、はい、で入って、でお金払ってくれて、はい、じゃあ俺も適当に風呂入って寝るからって、はい、お前も適当に寝とけと。そこのなんか奥が暗がりになってて、でチェアみたいなのがあって、はい、そこで、はい、まあ、休憩所みたいな寝られるからっていう話で、はい、あ、わかりましたって、気をつけてなって、はい、んっていう。うん、気をつけてなってなんだろうなと思って、あ、なんか盗品とかかなと思って、あ、まあまあそう、で、あ、まあまあそうかそうかと思って、はい、で、まあ風呂入って、はい、で、空いてるチェア行って、はい、で、こう寝ようかなってしてたら、横に座ってるった、まあでも30代前後ぐらいの、あの 割合中ではもうずっと おっちゃんだらけなんだけど、はい、若めの人がむくって起き出して、俺をずっとこう見出してたのよ、はい、で見られてるわけですよ、はい、で俺もね、もう夜中だしさ、うん、こんな暗がなんか暗いとこだしさ、はい、浅草怖えなと思ったのよ、すげえ喧嘩打ってきてんじゃん、はい、なんでって、すげえガンつけてると、うるさかったかなと思って、はい、うわすげえ見てくんじゃんと思って、はい、もう見ないようにして普通に寝たんだよ、はい、寝て、はい、で、まあ、何にもなく、はい、その日は終わって、そのまま行って、はい、で、泊まったんですよって話したら、ニックスさんだったっけな、はい、え、そこあれはそのゲイの人が泊まるとこだよって話聞いて、はい、えじゃあもしかしたら寝てる間にやられてた可能性は、いや、あるか、寝てる間にはないわ、気づくわ、あーって、だからツンツンはされてた、いやいや、だからなんかそれがなんか合図的なね、それで、あ、いいよみたいななるんじゃない、なんか向こうもだって、なるほど、そんなね、そんなね、だって向こうもだってそんな無理やり来ないよ。あ、まあ、そうですね、ゲイの人が求めてるのって肉体的なもんっていうよりも精神的なもんっていうのを話は聞くんですよ。へ、ね、その延長線上にその行為がある、はい、なんで多分相手の同意を得られないとあまり自分からはいかないっていう、はい、ガツガツはいかないっていう、そうだね、だから基本的にゲイの人たち優しい人が多いのはそういう理由らしいですよ。そうなんですか、はい、まあまあね、優しい方多いですよね、きっとね、そりゃそうですよ、もう誰よりも悩みを抱えてますね、ですよね、だ僕らも、だもう負けないくらいの悩みを抱えているんですけども、はい、そうだから、うん、会ってきなさいとそういう人たちに年配の、いやいや、おかしいおかしいおかしい、3人で行ってきなさい、うん、死ぬ時は3人一緒だよ。まあで、そんなね、まあそんな感じの君たち3人に、はい、ね、まあ一つの、そういう前振りもいいですか、一つのおじいちゃんたちと一つのグループになっていただきたいと思いましてですね、そういうお届けいたします、ノアさんでグループ。
キスをした。綺麗はい、聞いていただきましたノアでグルグループ、はい、ということで、はい、はい、永遠にループしていなさいよ、私は。いや、発展版の後でこの曲紹介おかしい。そうですよ、本当に。いやそういう銭湯で一つになろうじゃないですか。ね、一つになってくださいよ。だから僕はね、ずっと気になってたんですけど、気になっていた。先月長谷川さんがお見合いに行ったっていう、はい、あ話をしたじゃない。お見合いに行ったっていうかね、お見合いを持ちかけられた。話が来たっていう、ね。話が来たっていう。そうなんですよ。先月の放送であったんですけどね、はい、この童貞くんがね、はい、3人とも童貞ですけどね、一番左の童貞くんがね、はい、この子が、ね、お父さんから、はい、お見合いを持ちかけられたという、はい、話があったんですけど、はい、あれどうなりました、はい、それはですね、はい、お見合いの話があって、まあ、ここでも発表しましたし、はいはい、地元のその会でも発表しました。やってる、ね、寄せでも寄せみたいなやつをやってるんですけど地元で、はい、それでも発表しまして、はい、まあまあみんなから面白いからやってみろと。そらね、全然話しないやってみなさいよ、はいはい、でましてやその出会いのチャンスでもある、はいはい、そうね。なんで、まあ、僕も前向きになって、はい、これは進めてほしい、はい、でこれは進めてと、はい、お話が来たら、まあはい、断らないようにしてっていううちの親父に、うんうんはい、言ったんです。言ってまして、しかしですね、いかんせんそのうちの親父が結構特殊な職業をしてまして、あ、なんだっけ、詐欺師だっけ、違いますね、殺し屋でしたっけ、違う、殺し屋じゃないですね、誰がゴルゴ詐欺、予想屋、予想屋、競馬の予想屋やってまして、そうそう、競馬の予想屋、はい、先々週ぐらいから、はい、春の G1 シーズンが始まって、はい、それどころじゃないと、はい、忙しいんだ、忙しくて、毎週 G1 がありますから、はいはい、そのね、女を見るより俺は馬を見ていたいんだと、もう牝馬だと、牝馬、はい、の方見てる時間の方が長いんだっつって、はいはい、多分ですけど、うちの親父の宝塚記念、はいはい、6月後半ぐらいまで、はい、ちょっと多分ペンディングだと思います、これ。あ、はい、その話が進まるのが多分夏。夏だと地方に、はい、地方というかその忙しいですね、まあ、福島とか、はい、小倉とかに競馬が行くんで、はい、うちの親父が開くんですよ、ちょっと時間が。あ、その時に多分進める。はい、つもりなんだと僕は思っています。なるほど、ね、はい、夏に地方開催になるわけだから、はい、そうそうそう、はい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 、あ、あ、まあまあでもあるんでしたら ね、はい、ね、7月なんでいいじゃないですか、七夕、七夕でやりましょう、ね、はい、七夕の来ましたね、7月7日晴れ、はい、いいね、晴れるかな、写真とか晴れるかな、写真ないです、僕が知ってるその女の子の情報は、はい、30歳、はい、働いている、はい、それはそうです、女の子、女の子、はい、以上です。わ、あ、それは女の子で間違いない、マジで？いや、まさかの？なんでオープニング？駒込行かない？って駒込の人かもしれない。おー、ただ
とこの話、はい、続きがありまして、はい、続きを先月の終わりに、はい、翔介さんが、はい、あのまあ、別の女の子と、まあ、地元で仲良く飲んでいる、はい、あ、そうそう、はい、長谷川くんはねちょっとなんだ12月くらいかな、なんかね久しぶりに会った女の子、はい、同い年くらいの女の子と月1くらいで飲むようになったと、はい、飲むようになりましたね、あ、そうそう、その女の子がいて、はい、お見合いどうしようか悩んでるみたいなね、そうそうそう、告白しようとかも考えてたわけだからね、はいはい、でとりあえずその話を、はい、お見合いするって話をその子に話してみたらって、うん、どんな反応するか見てみたらっていう話を先月言ったね、そうです、はい、で僕それ、実行してきました、うん、おちゃんと、はい、まあ、たまたまその、はい、あの後ぐらいあの直後ぐらいに、はい、一回飲む機会があったんで、はい、まあ川崎まで出張りまして、はい、僕がね毎回ちょっと行きたかった酒場があるんだと、はい、おここにあのここでお酒を飲んでみたかったんだっていう、うん、はい、酒場があって、はい、わたみって言うんだけどって人庶民的うん、うん、でどあの怪獣酒場っていう、はい、あーなんかあるね、はい、あそうそう、なんかウルトラマンの怪獣の、ね、そうそうそう、いわゆるちょっと企画ものの居酒屋ね、はいはい、企画もの、あの本当にあの期間限定の酒屋があって、はいはい、そこにちょっと、まあ、高いんですよ、あ、そうですか、高いです高いです、ちょっとね割高だよねそういうとこね、キャラのお金が乗ってるから、あ、はいはい、はい、まあ大きいんですよ、はい、こんな大きいこのエビフライ2尾で1200円とか、はい、あ、まあ、いい値段ですね、ツインテールのフライみたいな、はい、ウルトラ怪獣にねなぞらえてね、あ、なるほどね、はいはいはい、まあでもそれでもいいからちょっと行ってみようっつって、はい、で行って、はい、すごいねと、うん、ゼットンだよと、はい、すごいねと、レッドキングだよと、はい、すごいね、はい、アントラーだよっつって、はい、まあ、そういう話をね、僕だけがテンション盛り上がって、はい、でまあ、知らんだろうね、そういうとこって、まあ、ディズニーランドとかも、はい、まあ、ディズニーランドは完璧に隠れてるから、はい、うまくいってるからあれですけども、はい、まあ普通にお酒飲んでれば、はい、普通の酒場になっていくわけですよ、まあ、そうですね、まあそうだよね、はい、でその時にはあのその話を思い出しまして、はい、まあ、そういえばこの間翔介さんに言われたなと、はい、これちょっとまあお酒も進んで、はい、まあ、僕の気も大きくなってますし、はいはいはい、行ってみようと思って、あのね、うん、そういえばあのこの間うちのね、はい、親父に、うん、まあ、親父の職業知ってますから、はい、ほぼ同級生ですから、はい、あのお見合いの話をね申し上げられたんだけど、うん、どうしようと、うん、ね、相談したんだ、どうしようと悩んでんだよね、はい、と受けるべきかな、受けないべきかな、はい、って言ったわけですよ、はいはい、そしたら完全にあいいんじゃないのっつってあのいいじゃん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 、いけばいいじゃないっつって、お見合いしなさいよって、いいじゃん、あ、よかったねみたいなあれっつって、これ脈ねえのかっつって、ただこれ飲み友なのかなっつって、うん、どうなんだろう、ね、これどうなのっていうのを僕は今日聞きたかったんです、そうね、すげえさらっと言われたんですよ、普通に捉えたらもう脈なしだよね、普通に捉えたら、でも、はい、なんだ、そう、裏返しパターンもあるじゃない、ありますよ、あ、そうそうですね、はい、でもあの分かるじゃないですか、僕らだってその喋る職業、はい、相手がどういう気持ちで喋ってるのか、まあ、読み取る力は普通の人にはあるつもりです、はいはい、うん、間がなかったんですよ、お見合いの話があるんだけど、どうしようか悩んでる、いいんじゃないのっつって、おちょっと食い気味みたいな感じで来て、はい、あ、よかったねって、なんか心から喜んでるような、いや分からんよ、食い気味だからね、普段のしゃべりのテンポより焦って早くなっちゃったのか、なるほど、あるかもしんないよ、分かんないよ、分かんない、お前のしゃべりのどうのって言ってますけれども、アホかと、はい、そんなもん、女の子なんか女優だから、生まれながらの、はい、さすがですね、女優さんに騙されるよ、はい、格言が出ましたね、女の子は生まれながらの女優、よく言うだろそれ、うん、格言でもない宮田翔介、三つ男みたいな、ね、はい、そうで、分かんない、まだ分かんないとこですけどね、その時はでも、あ、でもこの間ね、本当にお見合いの話が来る前は、はい、告白しようとまでしてましたから、はい、そうですね、あ、でもちょっと告白しなくてよかったのかな、いやー、どうですか、 ただワンチャンあるのは、はい、軽く付き合ってみるみたいな方から、真剣にというよりは、ほう、ちょっと付き合ってみないみたいな軽めのやつは言えるかなっていう、その糸口みたいなちょっと掴んだ気はしたんですよ、わかります、わかんない何言ってるかわかんない、なんかちょっとなんかあの軽めのやつ、軽めの付き合ってみないあるじゃないですか、はいはい、うるせえ童貞って言われると、何軽く言ってんだバカ野郎、あのそれ言われたら僕は来月からお休みさせるように来なくなりますよ、名前の方行きます、ぬいぐるみだけ置いといてください、熊のいや、いいと思うのやつですね、はい、どうなんだろうな、確かにそういう話を持ちかけるムードは最悪だったと僕は認めてますけども、だって怪獣酒場ですから、はい、そうね、そのこだわりがもう長谷川さんらしいなって思いますよね、行きたかったんだよ、だってでもぶっちゃけ月1で飲むぐらいの間だ
空いた柄だからね、はい、それは止めることも なかなかできないでしょ、まあ、その、ね、飲む以外ではなんかあったりとかしないんですか。しないしないしない。飲むだけ。もう本当に2人で飲んで3時間とか4時間話して、はい、じゃあお疲れでしたっつってパンって帰る。うん、どっか今度誘ってみたら、遊びにでも。そうですね、違う形でね、はい、うん、まあ別にお酒じゃなくてもご飯でもいい。ゴールデンウィーク、ね、来月ゴールデンウィークですよ。ゴールデンウィークありましたね、はいはいはい、いいじゃない、観光シーズン。 お仕事休みでしょ、はい、おそらく向こう、はいはい、向こうの方はね。まあそうですね、まあ連休ですからね。そうですね、はい、せっかくなんでじゃあどっか行かねえぐらいの。そうですね、ちょっと川崎行ってみないっつって。なんで川崎近場だなあれですか、あのショッピングモールみたいな、あのラゾーナね。ラゾーナですか。なんだろうね、ゴールデンウィークに。ゴールデンウィークにでもどこも混んでません？例えばディズニーランドだってそうですし、観光地もちょっと混み込みですよ。ちょっと穴場じゃないと。そのまあでもそうね、まあ、うん、そんなねどこも混んでますけれどもね。前に、はい、もう結構前です、10年ぐらい前に、はい、女の子と美術館行った、はい、2人っきり行ったことがあるんですよ、はいはい、それゴールデンウィークだったんですけど、はい、3時間待ちとかでしたよ、その時、美術館場所によるんじゃない。それでもそこは上野とか、いや上野とかメジャーなとこ行ったらみんな行くじゃない。じゃあマイナーとこ、あの目黒寄生虫博物館とか行けばいいってこと？いやなんで寄生虫になっちゃうんですか。でもなんかちゃんとしてるとこだったらなんか、はい、もう本当に予約制とかになったりしないのかな、お店じゃないにしてもさ。あ、でまあ、俺もあんまゴールデンウィーク出かけたことないからわかんないんだけど、はいはい、あ、うちの田舎はゴールデンウィークすげえ暇だと思うよ、はい、いや暇は暇でしょうけども、田舎だから、はい、あの行くまで何時間かかるんですか。こいこい祭りってやってる。なんすかこいこい祭りって。こいのぼりの。あ、こいのぼりの、ね、山から町にかけてワイヤーをバーって7本通してこいよバーって。あー、それは絶景ですね、バカ。見に来ればバカバカ見たいけども、うん、はい、車電車ででもね、はい、うん、まあ群馬なんで、はいはいはい、1時間半とか、まあ、2時間鈍行でね、鈍行で新幹線だったらもう1時間、はい、まあ、近場っちゅう近場ですよね、はいはいはい、で行って、はい、そっから、うん、徒歩で半日はかかるな。そっか、すぐ行けるバカ。1 日、日見とけばどうにか。いやいや1日でようやくたどり着くんでしょ、だって50キロぐらいかな、うん、長え。しかも山道じゃん、山道でもそういう、だから東京というところを飛び出していろんなところで、川崎行ったじゃないか。いや川崎が近すぎますけども、ほら例えば群馬じゃなくても茨城とか栃木とかでも今いろんなイベントやってますから。まあ確かにね、花火大会だって大体ね、はい、その東京とか飛び出してね、そういう何ですか、綺麗な星空の中で、うん、そう花火打ち上げられるところを見たくてみんなバーって車飛ばしたりとか電車でね行ったりとかしてますから。あ、その子何か好きなものないの、これ好きだと。酒です、酒。What? お酒巡りしたらいいじゃないですか。あ、なるほど、そうね、名酒巡りでいろんなところで今地酒今、はいはいはい、はい、あの酒蔵とかね、そう行ってね、そうですね、ちょっと利き酒みたいなのもさせてくれるもんね。キリンビールの工場見学とか、あ、そう、ほら来た、キリンビールの工場見学とかでもね。キリンビールの工場地元すぎて嫌だ、生麦にあるんだよ、鶴見の。まあじゃあなくても、まあ、別の、なんかサントリーとかでもありますね。地酒巡りはいいかもしれないね、はい、地ビールとか、まあ、ビアフェスとかもやってますね、オクトーバーフェスみたいなね。それはいいね、いいじゃない、いいじゃないですか、良いじゃないかな。多分酒で釣ればホイホイ来るよ、多分。ホイホイ来るとか言うじゃないよ。言い方もっとないですね、なんか酒好きだから来ますから、来ますよみたいなんで、いいじゃないですか。ちなみに根本なんだけど、その子彼氏はいないのね。いないっす、いないのね、って言ってたんですか。一緒に飲んでくれる相手がいないんだよねってずっと言ってましたから。彼氏酒飲めないんだよねって。でそれも全く彼氏の話、あ、どうしたらできるかなみたいな話をずっとしてますね。あ、本当に、はい、押せばなんとかなるんですか。ねえ、そうです、押せばどうすればできるかなって。いやその、まあ、それもちょっとはそこでねスッと言う僕は根性がないですから、いやもう酒飲むのやめたらいいんじゃないのみたいな話になって、いやそれは無理だなみたいな話。おっさんじゃねえかよ。おっさんだよお前。えいひれくださいみたいな、もうおっさんだよそれお前。押すべきだと思いますけどね。この間健康診断引っかかっちゃったんだけどね、どうすればいいかなって、酒やめればいいんじゃないの、いやそれは無理だなって言ってるの一緒だよ。翔介さん同じ会話しましたよ。エスパーですか翔介さん。でもね、お酒のつながりでね、なんかあると思いますけどね、うん、いいと思いますね、なんかね、ちょっと君らはどうなんですか、薄くらいは。そうですよ、なんで薄くらいはどうなんですか、なんかないんですか。ね、その、まあ、今日ちょっと話そうと思って実は用意してたんですよ。なんだよ、ただ、オープニングいきなり発展場の話にしゃべれるから。言ってくれればさ、ね、途中でやめたよ、僕らも。いや発展場が大きすぎたんです、 けど、発展場が25みたいな、ね、本当にですよ、うん、僕、初めて
まあこの相方にも言ってませんし、おうおう多分もう本当にこの場で初めて下ろす話を僕するんですよ。じゃあその話は一曲聞いた後でいきましょうかね。多分かいまた行きましょう。せっかくでございますのでね、一体どんな話が出るのか、まあ楽しみにしてください、はい、続きまして下町兄弟で、はい、外人外れ、なきゃ拾ってだって食べてたよパン、腹が膨れりゃいいんだ満足か、ガキの頃から朝から重労働、筋肉つけたら背が伸びないもん、それでもレゲンも聞いてレディーもついてベビー、たまに出かけろボケヒレ、生まれも育ちも日本人で優勝正しく、そろそろいいんじゃねえか外人離れ、六本木行っちゃって外国かぶれ、日本人日本人バカだれ、酔っちゃって酔っちゃって外人離れ、酔った勢いでまた英語、地図を片手にハートバスツアー、浅草お台場東京タワーいいな、チャリンコあったらおいらが全部案内、端から端あちこちが臨海、銀座騎馬築地築地守りした猿上門中清澄夢の島、ちょっとキョロキョロオロオロ外地、道を尋ねられても英語だ全然、とりあえず意味もないけどニコニコ、普段の俺じゃない親切な態度、愛想巻いてなんだかなんだかネットか、外人見りゃ逃げたくなるよなんか混乱、すぐに決めつけられても、はい、聞いていただきました下町兄弟で外人外れ、何の歌だすごいコンプレックスの塊でしたね。そうですね、外人外れ、はい、あお前らはね人間外れしてますけれどもね。そうですね、下道ですよ下道さあ、というわけでございました、弟、はい、そうですか、はい、今日初の話、初めての話なんですけど、本当にもう2週間前とかのお話で、で僕まあこのね、うん、番組でもちょくちょく僕話してましたけど、その出会い系のどうのこうのやろうと思ってなんかそういうの始めたんですが、なんかそういうね話を僕してたんですけど、で僕それをまあその SNS っていう、はい、まあサイトで要はまあ出会い系っぽいものなんですけど、はい、なるほどね、はい、それで僕、ね、ある一人の女の子と、うん、もうそれこそメールのやり取りから始めまして、はいはい、おーメールなの、メールというか、まあね、まあまあそこのねメッセージ、はい、はい、でそのやり取りから始めまして、これが結構まあ長く続いて、ほう、なんでもう会ったんですよその人、弟大躍進だな、頑張ったね、頑張ったな、頑張ったな、大輔さんだったら絶対発展場の話いらないね言ってくれれば5分ぐらいじゃない、ランチもして、おおランチをして、で、はい、僕がまあこういう店知ってるんで、で向こうのその人も、まあはい、結構食べるのが好きだとか、はい、いろいろこう、まあ、マッチングして同じね、うん、共感できるものがあったんで、だからお誘いして、うん、はい、でもう実際会って、うん、でまあ本当なんですかね、最初僕としてはまあランチなんで、うん、1時間ぐらいまあなんか、うんうん、持てばいいやと、はいはい、まあランチだしね、ちょっと話があったんですけど、うん、はい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 、割と話が弾んで3時間ぐらい、おお、ランチで、ランチで、へえ、最後もうネタ合わせぐらい長、最後みお二人でお茶飲んでっていう、うんうんうん、でもまあそれで楽しく終わって、はいはい、で、その2回目は、うん、2回目もちょうど桜がちょうど見頃、はい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 、で僕その、まあ、相方には、はい、なんかライブ見に行くとか、はいはいはい、行ったんですけど、おーおー、実は、うん、花見をしようってその彼女に行って、積極的、はい、あ、いいじゃない花見ね、ちゃんともうロケーションのいいところを、まあ、ネットで調べたりとか、はいはいはい、選んで、うん、おー、えらい、頑張った、まあ、そのスーパーで僕の予想としては、まあ
たまに芸人で河原とか、まあ、安上がりでこうあで、はい、缶中杯とか、ね、あとなんかコンビニで買ったものとかで、うん、あれ飲んだりするじゃないですか、うんうん、あれをやろうと思って女の子と、まあ、でも花見だからね、まあでも、うん、あのデパ地下とかでお弁当とか買ってけばそれなりになりますからね、まあ、そうね、うん、花見だったら成立するよね、はいはいはい、女の子でも、ね、で駅で待ち合わせして、うん、でスーパーで2人で買い物して、うん、その時間も楽しいよね。お花見って言って、うん、まあ、ベンチに座って、まあ、ちょうど桜 の、うん、あの満開のちょうどいい時期の、うん、で、まあ、夜でちょうど星 が出てる、うん、夜桜、本当にロマンチックな、もう本当に映画のワンシーンで出てくるな、うん、あ、いいね、いいね、はい、うん、それで、まあ、でもまたそこで結構噛み合って、そこでも、まあ、9時ぐらいからでも3時間ぐらいは、うん、もう終電ギリまで、結構ギリギリまで行って、ほうほうほう、で、まあ、それでまた楽しかったねっつって、うん、うん、いいじゃん、はい、で3回目もあったんですけど、早いね、早い、はい、ペースが早いよ、え、ごめん、1回目2回目3回目のテンポは1ヶ月以内ぐらいの、だって先月から、僕はもうあれですよ、でそれここ2週間の話でしょ、そうです、2週間で3回やってるでしょ、2週間というか、まあ週1で会うっていうペースがね、なんか僕なりにちょっと決めてて、はい、おお、えらい、えらい、まあでも1時間ぐらいでも会いに行こうと、会いに行ける日があったらちょっと会いに行こうかなと思って、いいよいい、モテる男はそれやるらしいよ、はい、もう行って、で2人でケーキ食べて、うん、そうですね、へえ、はい、でまあ LINE 交換しても LINE で、うん、まあ、LINE でもやり取りはしてます、向こうも嫌だったら、はい、そんな3回もさすがに合わない、はい、まあ、好きとまでは言わないまでも少なくとも多少の行為は、うん、まあね、しかもマイナスではないわけですから、はいはい、これは、いや、これはすごい、弟一番近いよ今、おい、そうまくったぞ長谷川をぐわっと大外からまくったよ、一番近いよ今、僕ね、これ、はい、なんでそのなんか今までね、なんかちょっとまあ、明るくなりましたとか、まあ、そういう報告で、はいはいはい、多分翔介さん的にはこいつ本当はやる気ないんじゃないかって、そう思ってましたよ、知らないよと、そんなの遊びがね、ちょっと遅かったから、僕はもうこれはもうきっかけで後押しになった出来事があって、出来事っていうか、まあ、そんな大したことじゃないんですけど、はい、アシット宣言という、はい、コンビで、はいはい、若手のね、そのメガネの影でない、あ、どっち、田中、田中の若い子ね、あ、そう、田中さん、田中の方と、まあ、楽屋で話してて、でなんかあいつも最近初めて彼女ができたっていう感じで、でその彼女っていうのがなんかイベントかなんかフェスかなんかで知り合った女の子で、しかもその彼女が愛知だって言って、うん、遠いね、でそれでどうやって会うのと、いや遠距離ですって言って、だから、まあ、彼女が東京来た時は東京で一緒に過ごして、うんうん、なるほど、で僕も愛知に行く時は愛知に行ってっていう、でそういうのやってますって言って、聞いた時に、まあ、僕この、ね、番組でも散々言いましたけど、ライブでね忙しいんだみたいに言いましたけども、でもそれができる富田じゃない、田中ができるんだったら、遠距離でな、俺もちょっとなんか時間作ればできるんじゃないかなっていうふうに思って、もう忙しいなんて言ってるやつは言い訳だと、うん、ふざけんじゃねえぞと、でもまあ1時間ぐらい会うでもできるんじゃないかって、まあ自分のそのできることをやったっていうことです、うんうんうん、素晴らしい ね素晴らしいよ、はい、お前ドベだからなお前何かしたか、今何もできてない男だからな、ドベとかじゃなくて、なんでこれを頭に持ってこないいいじゃん、めでたい話だから最後、いいよいいよ、お尻フェチの話、いいじゃんそう、フェチの話に始まり発展場に行き、長谷川のしょうもない話に行き最後弟の頑張った話で締めましたよ今日は。素晴らしい回でしたね、素晴らしい、いやいや、拍手拍手、いらなかった、そうそう、お前あれだよ、先生って呼べよ、これなんで急に思うとね、はい、というわけでございましてですね、本日もお送りしましたさくらんぼ通信でございます、うん、今月の告知でございます、はい、今月、はい、こちら、どうかな、映るかな、はい、こちらでございます、はい、はい、こちらですね、4月29日、はい、昭和の日ですね、はいはい、祭日でございます、にぎわい座という横浜にある、はい、寄席でございましてですね、はい、こちら漫才協会でやります、13時30分会場の4時開演でございますので、はい、ふるってご参加ください、はい、私たちもキラコンテンツも出ますんでね、出ます、はい、よろしくお願いいたします。はい、というわけでお送りしました桜も通信でございます。今日はね、桜の季節に実りのある会ができたんじゃないかと思いますそれではまた来月お楽しみください。